今からギターとか入ってみればいいですか。ギターは一回挑戦したことあるんですけど、さっきも話があった通りちょっと F で F をなしにして曲を作る F をなしにして、うん、そうなんです。あの忍笛もいいんですけど、忍笛って吹いちゃうと歌が歌えなくなっちゃうんで、そうね、そう笛弾き語りは聞いたことないですね。弾き語りできる楽器をちょっとやりたいなとは思ってるんですけど、何がおすすめですかね。これはやっぱギターですよね。ギターですか。ギターまあピアノもいいけど、ピアノ持ち運びとかが大変だった。ああ、そうですね。私も今音取り用にキーボード持ってるんですけど、うん、持ち運びできるようにと思って鍵盤がそんなにないやつなんですよね。やっぱちゃんとしたキーボードを持ち歩こうと思うと大変ですよね。そうね。ギターかウクレレか。あ、ウクレレ、うん、辻彩乃さんが有名ですよね。そう、あとは三振とか。三振いいですね。なんかそういうちょっと、うん、ギターもいいんだけど、ちょっと変えた方が面白いと思うけど、あ、ギターだと結構普通ですもんね。そう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 、はい、もしこれからやるんだったら珍しいものの方が、うん、そうそう、珍しいものの方がちょっと受けやすいよね。三振三振三振って三味線みたいなやつですか。そうそ う、沖縄のね、やつ。へえ、うん、あれもね、意外と入り口は入りやすいみたいな、うん、あ、そうなんですか、うん、へえ。先生いらっしゃるかな。先生はね、どっかいたな、あそこにいるな、なんだっけ、二重王のさ、カンナナと二重王って、ああ、はいはい、なんだっけ、なんと沖縄タウンですよね。そうそう、沖縄タウンってちっちゃいとこあるのよ、はいはい、そこでなんか教えてたよ、はい、え、沖縄タウンなんてあるんですか。沖縄タウンあるんですよ。へえ、知らなかった。そうそう、あの、それこそあの、はい、テクテクでこの玉川上水沿いなんで、あの飛び入りで行って、飛び入りっていうか飛び込みで行って、あのそこの酒屋さんに沖縄タウンの話聞きましたよ。へー、あ、そうなんだ、うん、あの、もともと普通の商店街だったんですよ、はい、でもあの特徴を出そうということで沖縄はタウン宣言をして、へー、変身しちゃった、うん、あの各商店に一個ずつ沖縄の名産品を置くとかで、へー、あとこの沖縄の門作ったりとか、へー、やってるんですよ。で、確かにあのやってましたね、テレビでね、アドマチックかなんかで。あ、そうなんだ、うん、駅に上川さん、はい、あのうちのバンドのメンバーの一人なんですが、こっちは渋い方出てきました、これで、こんにちは、あ、こんにちはこんにちは、あ、こんにちは、はい、RC さんのバンド仲間、そうです、もう回ってますから急に終わりましてすいません、ね、いや、ひげも頭も剃ってないんですけどいや、ちょっと申し訳ないですね。そうそうそう、よかった、お名前を、あの、佐野ミュージシャンの佐野と、佐野さとしと申します。なんか急に呼ばれましてバンドメンバー、あのですね、最近はもう全然参加してないんですけど、うん、彼だけ私たちの中では音楽で食っていけるという、あ、いや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 、とんでもございません。じゃあ担当は、担当はあのトロンボーンとあとアレンジやってますね。はい、え、お家近いんですか。うちはあのこっからだと、6キロぐらいかな、あの国立の外れですね。あ、なるほど、はい、急に呼ばれて雰囲気似てるようなところ。いや、これ、他人と思えないところ。並んで。多分三、三つぐらいの遠い近い親戚。そうですね。よろしくお願いします。これちょうど今日はあのここまで玉川上水駅まででして、玉川上水は、ここで、終わりますけど、ちょうどなんかすごい綺麗だなと思って。はい、川幅がすごい広くなったんですけど。はい、ちなみにこのモノレールですか。え、モノレール、これ何ですか。モノレール、これモノレールですよ。これどこに向かってるんでしょう。これはですね、あの橋は上北台というあの武蔵村山のちょっと手前、はい、それ北か、はい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 、へえ、なるほど。普通上流の方は川は狭いのに、ぽい、あ、本当だ、本当だ、あそこの白い声がいます。あ、こっちもいない、た見てたら忍笛吹きたくならないですか。ちょっと、ええ、今は持ってないんです。持ってないんですか。あ、楽器なくても笛吹けるじゃないですか。あ、それはちょっとね。何笛ですか。指笛ですか。まあこんな感じなんです。すごい。すごいすごい。ここでやるの。なんだろう。ふぅ
こんなもんで。すごいですね。素晴らしい特技ですね。いや、とてもございません。何も道具なくてすぐできるのはいいですね。いいですね。いや、とてもございません。ぜひ教わりたい。いや、とんでもないですよ。これダメですか？こんなもんですね。公園みたいなのもありますね。上は衝撃です。小学校3年生ぐらいで行くのやつだったよね。私、口笛も吹けなくて。そっからか。ずっと練習してるんですよ、口笛。口笛吹けないから。いや、あれはね、ご紹介を改めて。あ、そうですね、はい、あのペーターのバンドの、正式メンバーですよね。はい、正式メンバーですよ。佐野さとし君です。はい、佐野さとし、よろしくお願いします。はい、どうもです。なるほど、はい、メインのバンドはマルシンさんですか？いや、あの、僕は僕でまた別個にバンド組んでるんですけど、あの、自分がリーダーのバンドをね。何バンド、なんていうの？あの、僕はあのトリオザトリップというバンドをやっておりまして、はい、あの、まあ、ちょっと売り込みになっちゃいますけど、はい、あの、今あのインターネットとかでもあの絶好調販売中でございます。はい、はい、あの、興味がありましたら。ジャンルはですね、クラシカルクロスオーバーというね、はい、要するにあのクラシカルな編成で、あの、いろんなことをやるというバンドがありますね。興味がありましたら。なるほど。あの、どういう編成でやってるんですか？それがですね、フルート、トロンボン、チェロという絶望的な組み合わせでですね。あの、実はですね、その、まあ、例えばあの弦楽四重奏とか、うんうん、木管五重奏、金管五重奏だったらあるんですけども、うん、フルート、トロンボン、チェロなんて組み合わせは大昔、モーツァルトもベートーベンもそんな編成ではね、曲を作ってないんですね。そんな、こう、例えばね、ほら、サンドイッチに梅干し挟むようなそんな編成でやったら、ちょっとあのアレンジの徹夜明けでちょっとあの目の下に熊できたらすいませんですけど、本当に、いや、とんでもないです。ね、ひげ剃ってくれやったらすねちゃってね、すいません、本当に。風が強くて髪型が。ああ、そうだそうだ。そんなわけです。気になります。ちょっと普段はどの辺でやってるんですか？僕ですか？はい、エリア的にはやっぱ東京都内なんですけども、うん、近々は、ちょっとまだ予定ないんですけども、目黒のブルース・アレイとかさんとか、あの、そんなところで、あと、そのバンドではないですけど、いろんなセッションバンドで、ジロキキさん、高円寺のジロキキさんとかでも、はいはいはい、そんないろんなところでやってます。で、まあ、あの、もしも、こんな、はい、人間の、活動に興味ありましたら、はい、佐野さんの、ウェブサイトがありますので、はい、一発で出てきますので、検索すれば。はい、そこ文字はどういうことですか？佐野智。佐野の佐はあの人面に左ですね。はい、それから、野はあの野球の野ですね。はい、こういうさっぱりわかんないんだよね。あの、野原の野でございます。はい、で、智はですね、耳辺にハム心。これはですね、分解するとあの公の恥って書くんですけども。それで検索すればすぐに出てきますんで。大やけの恥で。はい、大やけの恥で。はい、わかりました。はい。というわけで、今日あのずっと僕ら高野台から玉川上水をテクテクと歩いてきました。いや、皆さんお疲れ様でございます、本当に。お疲れ様でした。お疲れ様でした。歩き日和でしたね。ちょっと風が強かったですけど。駅に戻ってきました。玉川上水駅です。ということで、ここで告知をしたいということなんで。どうぞ。あ、速報通過。速報通過。というわけですね、トリオザトリップ羽田由紀子の、この CD がですね、はい、去年の8月に発売されました。興味のある方はぜひ買ってください。インターネットでも売っておりますのでですね。なるほど。はい、iTunes でも買えます。これですね。はい、そうです。それです。キャラが違うじゃないですか。いやー、すっきりとしますよ。ねえ、ねえ、透かしてんじゃねえよって感じでしょ。ベル取ってますね。あ、すいません。もう磨きかけて、もう卵白塗って、はい、そんな感じでございます。卵白。よろしくお願いいたします。はい、はい、どうもです。はい。あ、いいですか、本当。はい、ペーターがちょっとまだ CD ないんで、はい、次回呼んでいただけるような時に、はい、イベントには間に合わせたいなと思うんですけど、はい、で、私の義理の兄が、ジャズドラマーで、はい、奥平慎吾というんですが、今日はちょっとそれだけ宣伝をさせていただきます。はい、これアリセマという CD です。はい、はい、よろしく。奥平慎吾。ニューヨークで、そうですね、さっきの話じゃないですけど、震災じゃない、何でしたっけ、 9.11、うん、の時には向こうに住んでてすごい心配したんですけど、今は日本に帰ってきて活動してます。なるほど。はい、よろしくです。はい、わかりました。はい、以上、告知コーナーでございました。ありがとうございます。CD はこれからですもんね。あ、CD はこれからです。早くデザイナーに渡してくださいね。はい、わかりました。というわけで、はい、玉川上水で今日は終わりにしたいと思います。
次回のゲストはこの玉川上水駅からまた西に続いていきます。悲しいです。歩いて歩いてなんじゃないほいでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。